大阪府池田市にある商店街である。単に、栄町商店街とも呼ばれ、また、栄町商店街とも表記される。東商店街は、栄町一番街及び、栄町二番街からなり、一番街は、阪急宝塚本線の池田駅から徒歩1分ほどのところにある。池田駅前交差点から北に伸びる、栄町通り線のうち、同交差点から、 栄町地域の北端までの範囲に栄町一番街が展開しており栄町地域の北に隣接する栄本町地域の南端から栄町通り線と本町通り線の交差点に至るまでの範囲に栄町二番街が展開している全長はおよそ330メートルである東商店街の南端部は国道176号に面している栄町一番街と 栄町に番外の間を月の木山と線が通っている。池田栄町商店街振興組合が設立されており、2009年10月9日に地域商店街活性化法の認定を受けている。東商店街のある地域はもともと田中町と呼ばれており、東商店街は田中町商店街、栄町通りは田中町通りと呼ばれていた。田中町の集落の周囲には、 田んぼが広がっていた。1910年、大阪から池田を経て、宝塚に至るまでの間に、身の終わりまでん軌道が開通され、1932年、大阪から池田に至るまでの間に不動が開通されると、それまで、新町や本町にあった池田の商業中心地が、池田駅前地域の北側の田中町に移動し、田中町商店街が形成された。 1930年の秋には、糸屋、百貨店が、天理教協会の跡地に完成されている。1941年、糸屋、百貨店が閉店される。1944年、田中町が栄町に改称される。1951年、鈴蘭島が設置される。1959年、アーケードが設置される。1987年、 カラー補償が実施される。2000年2月、旧 n t t 池田営業所ビルが、池田、さわやか、ビルという愛称で開設される。2005年8月5日、池田 3C 株式会社による、施設、引き札屋が一番外に開設される。2009年4月、池田市立 3R 推進センターが、旧池田、さわやかビルの1階に開設される。ありがとうございます。